私の名前はトトリ。モンスターとの戦闘中、突如異世界鳥取へ飛ばされたわけで、元いた場所とは違う異世界鳥取で OL をしている。転生したら死なない OL になってたけど、鳥取を満喫することにしました。略してテントリ。鳥取大学で出会ったトリリン。お散歩しているうちにすっかり仲良しになっちゃった。およ、ここは菌類キノコ遺伝資源研究センター。キノコ、はっ、お腹すいた。もうダメ。お、これはキノコ。いただきます。思い出すだけでゾッとする。キノコの菌が1800種、そして9100株保存されてるんだよな。ギョエん、トリリン、面白いキノコ今研究してるから見てってよ。これは大洗竹っていうキノコで、その名前の通り毒キノコです。まあ毒キノコって聞くと、でこの大洗竹に限らず、キノコって実は未解明の要素がすごくたくさんあって、よくよく調べてみると、今まで普通に知られていたような種でも新種が見つかったりとか、図鑑に載っててこう食用だからといって、実はそれに似た毒キノコもあるっていう可能性も十分ありますので、そこは気をつけましょうね。約束ですよ。ですよね。菌類キノコ遺伝資源研究センターでは、キノコ資源とその活用について研究が行われているそうです。鳥取大学の各種お問い合わせ先はこちらです。それでは来週も転生転生、またねー。